ここで終わらせる。 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、ライトです。今日もデスティニーチャイルド実況頑張っていきたいと思います。本日のテーマは進化ですね。で、デスティニーチャイルドなんですけども、進化が非常に大変なゲームになっています。で、ライトもまあゲーム始めて2ヶ月なんですけども、まあ、結構頑張ってる方じゃないかなと思います。それでもまだ効果がね、まだ星6になっていない、そういう状況でね、まあすぐ、まあ、星6に上げることもできるんですね、一応。で、進化素材はね、まあ、潤沢に集められてるんですけども、問題は進化用のチャイルドですね。こちらが、まあ、集めるのは非常に大変で、で、次々ね上げられる子をポンポン上げていったらね、素材が足りなくて、まあ、苦労するっていうようなね内容になっているので、今日はね同じような環境の方にね参考になるような、まあ、動画になればいいなと思って収録しています。それではね、実際にどのような順番で進化やっていくのかね、ご紹介していきたいと思います。はい、それではね、進化のチャイルドをねどうやって集めていくのかをご紹介します。で、非属性の進化用チャイルド、オロラミシリーズですね、は、まあ、そのままねこう育てて進化させて、で、まあ、合成に使っていっていいんですけども、それ以外の子をねこう使っていくときに、まあ、星さんのチャイルドをね育てていくのが一番いいです。で、星さんのチャイルドもできれば人型ではなくてね、こうモンスターのタイプを、まあ、育てて素材にするのが、まあ、いいと思います。そうするとね、星4になった時に間違えてなんか合成したりとかしなくて済みますし、もう見た感じで、ああこれは進化用の素材だとね分かると思います。ではね、強化してみましょう。で、最初は素材を3枚入れて合成で、うまくいきましたね。 120% 獲得で1回でレベル30になりました。こんな風にね、その追加の経験値が得られる可能性があるのでね、素材は必ず3枚ずつ入れるといいと思います。それではね、引き続き進化をやりたいと思います。で、進化を選んで星さんのチャイルドをね選ぶんですけれども、この時注意しなければいけないのはリザを使わないことですね。で、それ以外のチャイルドは比較的容易に集めることができるので、リザ以外はどん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 こう進化用に使っていいと思います。はい、これで星4のチャイルドになりました。で、この星4になったチャイルドは、星4でね進化で使えるようになったので、オロラミなどにねこうどん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 こう星4チャイルド、これ星3から進化したチャイルドですねを使って、星5という風にこう進化して育てていく、進化素材をね育てるというのがね、大事になってきます。はい、ここまでがね進化用のチャイルドをどのように確保するのかの、ご説明でした。で、ここからが問題で、次は誰を進化させるのか、これね皆さん悩んでると思うんですよ。で、ここで悩まれる方はおそらくデビルランブルとかね、そういう対人というよりはイベントを重視されてると思います。対人重視されてるんだったらね、多分悩まずに自分がランブルで使うキャラクターをね星6にすると思うので。で、ここからは、ライトのね個人的な意見なんですけれども、まずイベントを重視しているライトは、まずそのイベントで使うアタッカーを星6にしています。例えば前回のラグナブレイクですと闇のアタッカーだったので、モリーユとアルテミスを星6にしました。で、アタッカーなんですけども、例えば、ダナさんね、防御力見てもらうと分かるんですが、5000近く装備品込みでですねできるんですよ。で、例えば同じ50の、ごとつになるんですけども、ヒタニア多分装備品込みでねおそらく3000ぐらいの防御になると思います。で、これぐらいの差があるんですよ。この2000の差でねものすごい大きなダメージを受けます。
なので、まあアタッカーは非常に脆くて落とされやすいので、それを防ぐためにまずアタッカーをね、星5から星6にするイベントで使うやつですね。これが一番最初に、まあ、優先しなければいけないことですね。で、次に2番目に優先しなければいけないことは、これは今度イベントの種類にもよるんですが、ワールドボスなどを、全員に配置するユニットで、急所のキャラクターですね。例えば、ワールドボスで、ランフェイさんとか、あとはですね、ニリティとか、前回 の、 ワールドボスの時に全員に配置してどうしても落とされたら困るというような、ね、形で、60にして使ってました。このようにね、主に、ワールドボスとかの前衛で攻撃を受け止めるのが、2番目に来るのではないかと思います。ただしこれはワールドボスの期間中、限定のお話になります。はい、これが2番目の優先順位ですね。で、次に3番目です。3番目は、主に補助型を上げるのがいいと思います。で、ここだとレダとか、あとは、ポモナちゃんとか、主になんかパーティーを補助する子ですねを60にするのがいいと思います。で、主にね、星4のキャラクターは重ねて、凸が進みやすいです。それで、凸れば凸るほどスキルが強くなるので、そのプラス5からプラス6の、ね、スキルを解放するのに、どうしても凸を重ねなければいけないということで、進化の対象になってくると思います。で、次4番目ですね。優先順位として、ここにコーガとか、ダナとかいます。で、コーガダナなんですけども、ですね、個人的にはまだ上げていません。なぜかというと、どのイベントで使ってもまだなんかその危機的状況になって落とされそうな場面がないからです。なので、ライトはこのコーガとダナはその敵の攻撃に耐えられなくなりそうな感じがしてきたら、60にしようかなというふうにね、考えています。で、一番最後、自分の好きな子を60にしましょう。で、ライト個人的に大好きなクレオパトラ60にしました。大好きです。はい、なんでね、こんな感じでね、突する優先順位はイベントで使うキャラクターで、攻撃型をね、真っ先に最優先で上げるのは間違いないと思います。はい、それでは今回のまとめに行きたいと思います。まず進化用の素材キャラは星3から育成しましょう。で、星4、純星4のキャラクターはですね、貴重で、その子にしかできない役割がある子が多いので、できるだけ使わないようにしてください。はい、それでは次ですね。進化の優先順位はイベントで使うアタッカーを最優先で上げましょう。で、その次にイベントで落とされたくないキャラクターですね。そして次に高突ができる補助型から、上げていくのがいいと思います。で、それを上げ切った後に、自分の好きなキャラや、普段使いの、多いユニットをね、星6にするのがいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。ライトも、ゲーム始めた頃ですね、イブがいたので他の攻撃型いらないと思って星4どんどん素材にしてしまいました。で、アルテミスとかもね、もっと突できたんですけども、素材にして使ってしまって、前回のラグナブレイク苦労した記憶があります。そういった方がね、これ以上増えないようにね、この動画参考になっていただけたら大変嬉しいです。あと、この動画を見ていただいて、まだ一度よくわからない、質問があるなどありましたら、ぜひコメント欄の方にお寄せください。回答できる範囲でライトが回答させていただきます。それではね、この動画を見ていただいて面白かった、参考になりましたなどございましたら、ぜひ高評価ボタンを押してね、応援してください。日々の動画を作る励みになっております。よろしくお願いします。それではね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。